最後の仕上げを最も、まあ、最大効率化していくためのその7点、この直前期も一緒、毎回強くなりながら次のテストに臨もう、今最も伸びる分野なんで。どうで始まりました、もちチャンネル。さあ今回はパンパパパパパパパン、明けまして平田哲也。はい、どうも皆さんこんにちは。2023年、いいお年になるといいですね。いいお年寄りになると、いや、いいお年に、確かにね、はいはい、今回ですね、1月にもなり、共通テストまで残り約2週間、最後の仕上げを最も、まあ、最大効率化していくためのその7選、これをねやっていきたいと思います。お願いします。はい、さあまず7選ということなので、まあもちろん7つ戦術を渡すんですけれども、その1つ目、共通テストの実践演習を残り約2週間で3回分から4回分テストしてください。これだけ演習量積みましょう。まあこれ以上はさすがに雑になっちゃうんで、残り2週間であれば、まあ1週間にまあテスト2回分ずつっていうところで復習も含めてやっていくっていうことであれば、まあこれぐらいが一番いいボリュームなのかなと思われます。共通テストの実践演習を3回分から4回分やることで、必ずその問題を解いた復習をちゃんとすること、まあ解いて丸バツつけて、で解説とかをチェックしたりしながら、ちゃんと理解しますよね。必ず翌日、あえてオフでいいから、翌々日に、翌々日ってのが実はミソなんですよ。ちょっと一回頭をフレッシュにした状態で、もう一回間違えた問題だけでいいから、もう一回解法再現復習してください。間違えた問題をもう一回、例えば国語だったら、こういうことでこの問題の答えはこれだったな、自分の答案はこうだからダメだったな、英語のリーディングなんかもそうですよ。そこのこう理由付けっていうもの、自分の答えがダメな理由、そして正解の答案が OK な理由、この理由付けなんかをしたりしながら各科目消化してください。数学とか理科だったらしっかり完答しましょう。知識もね、整理したりしながら、このね、翌々日に必ず復習をするっていうこと、これをねまずちゃんとしながら進むことね。この直前期も一緒、毎回強くなりながら次のテストに臨もう。やりっぱなしダメですよ。いいですか、こういう風なやり方で残り約2週間でテスト3回分から4回分をやっていってくださいということですね。あとリスニングは聞き返してくださいね、ちゃんとね、聞き返して解き直すんだよ。いいね。そして次、第2番、これまでやってきた共通テストの演習系統、これ過去問だったりとか実践問題集とか、あるいはそれこそ模試でもいいです。これらの復習をやってください。でこれはもうね、毎日各科目大問1個か2個ずつでいいです。各科目大問1個か2個ずつぐらい解き直しの復習をしてあげてください。こうすることでチャンネルがねまた合ってくるから、やっぱり復習ってね、この時期一番皆さんの能力に確実になりやすい内容なので、共通テスト系統の新しい演習もしつつ、過去に出来が悪かったものに対してもう一回再アプローチをしてあげると、これがポイントです。いいかな。そして3番目、これちょっとイレギュラーなんですけど、志望校への過去問、これまで皆さんやってきましたよね。結構受験生、まあ12月ぐらいからね、まあ共通テスト一色になってる人も多いと思うんですよ。10月とか11月とかにどれだけ過去問のボリュームをやれてたかっていう、これもね、まあ一つポイントではあるんですけれども、皆さんにとって大事なことって、共通テストが終わった後、いい形で共通テスト以降のいわゆるまあ一般入試、次第一般入試だったり国立入試ですよね、その辺に突入していくことなんですよ。そのためには志望校の過去問に対するスイッチが完全にオフられてると、これね、なかなか切り替えが難しかったりするんですよね。なのでこの期間も一定のリズム、本当にこう各科目、まあ、1大問ずつでいいから、例えば僕の教えてるね、早稲田合格塾でもやらせてるんですけど、国語、英語、そして社会、もしくは理系のやつだったら、まあ数学、英語、物理、もしくは数学、英語、科学、物理科学はまあ日替わりにさせてますけど、必ず志望校の過去問を毎日1時間、各科目1大問ずつ復習させてるんで、これが、例えばだけど、じゃあ1日ね、3大問復習したとしましょうよ。3大問復習したら、これもう2週間あったら42大問、自分の受けるところの過去問を復習してることになるわけですよ。そんなやつにね、なかなか勝てないですよ。だからこの動画を見たもうその日から、ぜひね、志望校の過去問の復習、各科目1大問ずつやってください。でね、おすすめはその日の勉強の一番最初にやるのがおすすめです。なんでかっていうと、やっぱりそれなりにも以前やったことがあるものをもう一回復習するっていうことなので、精神的なハードルも低めだから、でかつ志望校の過去問であるっていうことで、非常にこうダイレクトに皆さんのこの欲しい能力に作用しやすい分野なので、これ一番最初に持ってくるとその日の勉強の流れが良くなります。ぜひね、これをね最初に入れてあげることをおすすめします。
そして4つ目、まあこれはもうやってる人も多いでしょう。これまでやってきた学習参考書、学算の復習ですね。これもね、今一番身になりやすい勉強内容になります。これもね、学算復習は今最も伸びる分野なんで、うちのね、早稲田合格塾の生徒のね、スタイルをちょっと参考までにお紹介すると、うちの生徒には現役生であれば学校が当然あるので、毎日90分学習参考書の時間っていうものを固定させてます。時間も決めて。で、浪人生は1日90分 ×2 セット学習参考書の復習の時間を設けさせてます。で、また現役生も休みの日はね、90分 ×2 セット設けてるんで、毎日理想は休みの日とかであれば、時間がある日であればまあ3時間で、そうでない日であればまあ90分ね設けて、毎日一定のリズム感でこれまでやってきた学習参考書のね、間違えた問題や三角だった問題の復習をする。で、こうすることでまたね、こう自分がやってきた知識だったり解放プロセスへの判断力、観察力っていうものが一番定着しやすい時期ですから、これも一定リズムでやってあげてください。いいですか。はい、続きまして第5番、共通テストの演習期間中ではあるんですが、手薄な志望校の過去問を1年分だけやってください。手薄な志望校の過去問を1年分だけ新しい演習やってください。やっぱりね、ここのね、共通テストの直前のこのね、約2週間の間で1個でも手薄なところをちゃんと過去問僕しっかりやりました、解説なんかも見てしっかり理解したし、復習訂正も頑張りましたっていうものが1個あるだけでも全然この後の流れが変わってくるんで、プランも変わってくるから、手薄なところ、志望校の過去問で手薄なところを優先して1箇所、1年分やってあげてください。これもね、意外と大事なポイントになります。後々聞いてきます。2週間の間に1個やるってこと？もう1年分やってくれたら OK です、過去問。どこかのタイミングで？どっかのタイミングで大丈夫です。ただ、あんまりね、キンキンにならない方がいいです、共通テスト前。例えば、共通テスト1日前、2日前とかに志望校の過去問だって、なかなかモチベーションとか集中も難しいから、ある程度1月5日とか6日とか、まあそのぐらいとかね、にやっておくのがまあいいんじゃないかなと思います。うん、で、こっからは生活の話になります。やっぱりね、生活が乱れると全てがおかしくなってきます。この6つ目7つ目の戦術もすげえ大事ですか。6つ目、運動と睡眠を絶やさない、これも大事です。今1番から5番までやっぱりまあ勉強内容の陣形、戦術っていうものを皆さんに施してきたわけなんですけど、この勉強の内容だとかやり方だとか戦術だっていうのは健康的な体と精神があってこそなんですよ。フィジカルとメンタルがなければやっぱりどんな狙い、戦術の狙いも勉強内容もやり方もやっぱり意味をなしてこないです。少なくとも皆さんに対して効果的にその効果を発揮できないです。だから必ず体を動かす、運動してくださいね。そうすることで脳も活性化しますし、ね、皆さんのメンタルも向上しますから、この運動、そして睡眠時間がね、少なくなると当然ね、脳と体が回復しないので、これもやっぱり皆さんのフィジカルとメンタルを蝕みますから、ね、この十分な、睡眠は必ず取ることですか。一定の運動と気持ちをリフレッシュにしよう、フレッシュにしよう、そして睡眠、これを絶やさないこと、ね、運動不足と睡眠不足が受験勉強の大敵なのは、これはもう直前期でも変わりません。絶やさないことってずっと寝てるみたいそうね、確かに。そして最後、これも意外と大事、メンタル潤滑グッズみたいなね、ところ。これもね、大事で、僕はうちのね、受講生なんかには、それこそ、早稲号の生徒には、結構最初にね、ドラゴン桜買えとか言ったりするんですよ。ほうほうほう。で、要はね、まあ何でもいいんですよ。まあ皆さんもさ、もう18年、19年生きてたらさ、自分のテンションが上がるものの一つや二つあるでしょ。やっぱなんかドラゴン桜見てさ、主人公たちがさ、こう勉強頑張ってる姿見て自分もモチベ上がったりとかさ、あるいは僕なんかは、あの学生時代、それこそね、明日空手の試合だってなったりすると、空手昇降士、小日向実っていうのを読んでたんですけど、でそれでね、むちゃくちゃ凶暴なキャラクターで武藤っていうのがいるんですけど、そいつを見てね、よし、もう明日全員ぶっ飛ばしてやるぜみたいな感じでテンション上げて、でこう次の日行ったりとかしたんで、こういう風にこう自分で自分をまあなんかある意味こうごまかしごまかしでもいいんですよ。自分元気にさせてくれる、そういうね、メンタル潤滑グッズみたいな、メンタル向上グッズみたいなもの、こういったものになんかちょくちょく触れながら自分をうまくね、こう乗せていってあげてほしいなと思います。これもね、意外と大事なね、過ごし方になります。なるほど、これが7つ、7つドラゴンボール、はいですね、皆さんの願いが叶うラッキーセブンです。あ、アウトロスセブンです。ウルトラじゃないんです、アルトラ。ウルトラマンのウルトラセブンのこと言ったの、ね、あ、そうそうそう、アウトロスセブン、リピートアフターミー、アウトロですね、そうそうそう、アウトロです。はい、ぜひ参考にしてもらって、共通テストもうあとちょっとですから。今日あんた全然喋ってないわね。めちゃめちゃ動いてた。いいこと言って。じゃあ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、すぐに勉強に戻りなさい。 Thank you for my ching